エッペンドルフ社のサーマルサイクラー。加熱外のためブロックは見えない。サーマルサイクラーは生物学や医学の実験においてポリメラーゼ連鎖反応により DNA 断片を複製させるための機器の一つ。この機械ではサーマルブロックと呼ばれる反応液を入れたチューブを差し込む穴が開いた金属の板がある。この金属板にはヒーターや ペルチェモトコなどが付いており、あらかじめ設定されていたプログラムの通りに、反応液の温度を上下させることができる。初期のサーマルサイクラーではクレノー断片を用いて DNA を複製していた。クレノー断片は DNA を回離させるための加熱により、失活するため、加熱後にピペットで追加しなければならなかった。その後は、タクポリメラーゼなどの耐熱性酵素の開発により、 ブロック温度の上下のみで単純に複製できるようになった。最近のサーマルサイクラーでは反応チューブの蓋を加熱する加熱外がついているものもある。これは反応液がチューブ内で気化して反応条件が変わるのを防ぐためである。以前は PCR 用のオイルを反応液の上に置き気化できないようにしていたが加熱外によりこの手間が省けるようになった。また、 複数のサーマルブロックを持ち、それぞれに異なるプログラムができるものや、ブロックに温度勾配をつけ、チューブにより異なる反応温度を設定できるものもある。ウェイヤー、HU グレー、JWA、プログラマブルシステムツーパフォームザポリメーラゼチェーン、リアクション、DNA7、4417、プミド320万3600。ありがとうございます。